ソレイケマネー編集長のコーナーですこのコーナーでは日経マネー最新号の見どころから資産運用に役立つ方法を中野目純一編集長とお届けしていきますお願いしますよろしくお願いします今日のテーマはこちらです新ニーサ非課税枠拡大高配当株に照準です最新号では配当金や株主優待などで家計の収入を補填することを狙った 高配当株式投資というと一般的にはです、ね、株を安く買って高くなったらです、ね、売るというところで、はい、いわゆるキャピタルゲインのです、ね、株式投資というイメージが強いかと思うんですけれども、まあ、個人投資家内ではです、ね、それだけではなくて、えー、高配当株を定期預金代わりにしている人が多くてですね まああの低金利が長く続く中で例えば配当利回り3%と5%のですね高配当株を買って毎年配当を受け取ればですねまあ預金代わりになるというところでそういった投資を手掛ける人も結構多いんです。で中にはですねあのまあ今投資証の,のですね再編ですとかあるいは TPBR の是正要請ですとかえそういったことがですね背景にですね 増配に動いている企業が多くてですね、まあ、配当を増やして配当利回りも高くなっているということで、まあ、そういった高配と株投資の妙味が増していると。うん さらに来年ですね新ニーサがスタートしてですね、はい、そのメリットを供述できるということでさらにあの高配当株投資にも拍車がかかりそうな見通しになっていますはいこの新ニーサ番組でも何度か取り上げていますけれども今のニーサとどう違うのか変わるポイントは大きく三つありましてまずは併用ができる積み立てと一般来年からは積み立てと成長投資枠という言い方になりますけどこれが 運用化になります。そしてここ投資額の枠が拡大する。それから運用期間が今はそれぞれ期限が決まっていますが無期限に新ニーサはなるということなんです。さあ新ニーサは後配当株投資にとってどんなメリットがあるんでしょうか。はい、えー、現行ではですね後配当株を買うとしたら。 まああの一般ニーサを使うということになってで来年からはですね成長投資枠で高配当株を買うということになるんですけれどもえ年間の投資額がですね拡大するということもさりながらですね一番大きいのはこの運用期間のですねえ変更でしてえ今のまあ今現行ではそのこう配当にもですね5年非課税で6年目からですね 2割の税金がかかっているんですけどそれが6年目以降もです、ね、あの税金が免除されるということで免税効果がです、ね、の期間が長くなるということが最大のメリットになります、うんはい、期間が長くなるということでこう長期投資が原則なのかなとは思いますけれども、はい、これ売るというのはどういう時に考えたらいいんでしょうね。 はい、あのーまあ、できるだけ長く持って配当を享受するというのが基本なんですけれども銘、はい、柄もです、ね、あまり値動きのです、ね、大きくない銘柄を選ぶというのがポイントになってくるんですけれども、はいえー、そうは言ってもです、ね、高配当株人気ということで、あのー、株価が上昇している、えー、そういう、まあえー、傾向もありますので、はい、例えば10年とか20年持ってその間に配当。 例えば100万円で株を買ったとして配当利回りが5%だったらまあ10年で50万円で20年で100万円というようなですね配当総額になるわけなんですけれどもそれを上回るようなですね売却益を短期間で得られるまあ例えば3年で,ですね2倍になるとかということになると売却を考えてもいいいのかなと思いますキャピタルゲインを狙う時もあるかもしれないよそういうことですね。はい そして日経マネーではですねご腕投資家の方にこの成長投資枠でポートフォリオを組んでもらったということなんですね。でえー、実際は雑誌の中では60万円120万円240万円のポートフォリオなんですがここではえっと2パターンをお見せしますねまずは保有株の9割は増配銘柄で大型株を中心に運用する投資家のハイトー太郎さんですで実際のポートフォリオは60万円では4銘柄。 年二百四十万円だと七銘柄選定しているということなんです。年二百四十万円というのは成長投資枠のマックス額ってことですね。そういうことですね。はい、はい。で、元手が少ない人の場合はやっぱり年間二百四十万円を出すのは難しいということで六十万円とか。